どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人ならたからものになる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届け。おめでとうございます。お誕生日。食べて。はい、食べて。かわいい、ありがとう。いいな、お祝いママのために。嬉しい。ママ食べない？ありがとう。いただきます。それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように任さなる。この瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振る時、笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、その優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。本当の幸せの意味を見つけたから。